はりがさんこんにちは、ずです。それでは今回なんですけども、年末メルページャンボキャンペーンスマート払いで1万ポイントが当たるということで、今回はメルペのちょっとしたキャンペーンがありましたので、大きく2つに分けてサクッとお伝えしていこうと思います。 それでは早速一つ目はこちら、年末メルページャンボキャンペーン500名に1万ポイントが当たるということですね。まあ、このキャンペーンなんですが、結構ランダムでメルペイから招待が来てる方であれば参加ができるキャンペーンとなってます。なので、全員が全員来てるというわけではないので、そこだけ先にお伝えしておきます。ご了承ください。このキャンペーンの期間なんですが、本日の12月の5日からすでに始まっていまして、12月の15日までのキャンペーンとなっています。 実際にこのキャンペーンがどんなものか簡単に言うと、キャンペーンの期間中、メルペのスマート払い、以前で言うとアート払いですね。これを使って合計で税込500円以上を支払いしたら抽選で500名の方にメルペ1万ポイントが当たるキャンペーンとなっています。税込500円以上なので結構ハードルが低めですね。 で、このキャンペーンの対象者は、メルペイのこちらの画面を見ていただくとわかるんですが、ここに特別招待メルペイスマート払い限定1万円分ポイント当たるというようなタブが出ています。 これが表示されていれば対象ですよということになりますね。まあ、この抽選については、2019年の12月の31日までに当選者への、ま、ポイント付与が実施されるということになっています。そしてこのメルペが使える場所なんですが、今出てるような ID のマークであったりとか、メルペのマークがあれば大丈夫です。あとはコンビニ大手3社やイオンや吉野屋などですね。まあ、ちなみにファミリーマート、イオン、マクドナルド、ミスタードーナツは ID 決済のみとなってますので、お気をつけください。 まあそして僕も実際にこのキャンペーン早速参加してきました。まあ税込み500円以上どこで使おうかなというふうに迷ってたんですけども、やっぱりここかなと思いまして、じゃんということで、やっぱりファミリーマートかなと思います。まあ理由としたら今出ているこの D ポイント20%還元、そしておにぎり1個購入したら50ポイントの還元があったので、まあこれだなと思いまして早速購入してきました。ちなみにファミリーマートはメルペイのバーコード決済は使えないので ID 決済で挑みました。まあ残念ながら購入した 写真を撮り忘れていたんですが最初にメルペイのスマート払いの枠を1000円に設定をしてレジで D ポイントカードと連携したファミペイのバーコードを読んでもらいあとはメルペイで ID 決済をしてちょっと500円オーバーしたんですけどもこのようにメルペイスマート払いの残枠が130円になっていますこれでバッチリですねちなみにスマート払いをしたらこの設定のままだとスマート払いのままなので ここをタップして、通常の状態に戻しておくことをお勧めします。念のため、このキャンペーンまとめると、メルペイのスマート払いが必須で、条件は税込み500円以上、抽選で500名の方に1万ポイントということで、まあ、あとは、このキャンペーンは招待されてる方とされてない方がいらっしゃいますので、そこはお気をつけください。以上がこの年末メルペイジャンボキャンペーンについてでした。そして、ま、二つ目のキャンペーンは、メルペイではこちらのスマート払いを初めて使われる方限定で、2000円分のメルペイポイントがもらえるキャンペーンも開催され まあ、すちょっと、詳細省くんですけども、2019年の12月の3日から2020年の1月の7日の間にメルペのスマート払いを設定して、設定した翌月までの10日までにメルペのスマート払いで決済をしたら2000ポイントがもらえます。まあ、特に、いくらいくら使わないといけないという条件はないので、ま、ぜひですね、メルペのスマート払いを利用したことない方はチェックしてみてください。まあ、これだけで2000分もらえるって結構お得ですよね。そんなこんなで今回は簡単ではありましたが、メルペの キャンペーン2つについてお伝えさせていただきましたまあ、他にもまあメル,メルカリもキャンペーンも始まってるみたいですね一応下の概要欄にはメルペイのスマート払いの2000分もらえるキャンペーンについての公式のリンクも貼ってますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました